11月19日、自動車イベント、ツールド有田が、長崎ハウステンボスで開催される。街並みと大自然が人と車をつなぐ、をコンセプトに、1980年代以前に製造された欧州車のほか、米国や日本のクラシックカー、さらに車好き垂涎の貴重なヴィンテージカーも登場する。パレスハウステンボス前提でのクラシックカーの展示や、ハウステンボス場内のパレードランも行われる予定で、ハウステンボスならではの情景に、クラシックカーが溶け込む一日となりそうだ。ツールド有田とは、ツールド有田は、佐賀県有田市で行われているクラシックカーイベント。欧州と交易があった有田の歴史を学び、近隣の自然に触れるゲームラリーが中心。今回は、初めて舞台の一部をハウステンボスで開催する。ゲームラリー概要ツールド有田で行われるラリーは、スピードを競うものではなく、1台ずつ時間差で出発し、数箇所のチェックポイントでクイズなどを解いた後、規定の時間にいかに誤差なくゴールできたかを競い合う。日限り、宮殿がクラシックカーの博物館に、パレスハウステンボス宮殿前に、欧州のクラシックカーが並ぶようは壮観の一言。自動車ファンでなくとも、思わず写真に撮りたくなるようなおしゃれな姿は、この日だけの貴重な風景だ。ファン垂涎のヴィンテージカーも登場、自動車ファンから熱烈に支持されているクラシックカー。今回はその中でも年代物の貴重で希少なヴィンテージカーも展示される。